エマヌエル・シカネーダー、エマヌエル・シー・カーネーダーは、オーストリア、ドイツで活躍した俳優にして、劇場支配人、台本作家である。ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのオペラ、魔キの台本を手掛け、自らも、パパゲーの役で出演したこと、および、アンデア・ウィーン劇場を設立した人物としても、知られている。シカネーダー一座の座長として自ら台本を書き、俳優、歌手、 演出家を兼任し、旅回りの一座を経て、ウィーンの劇場支配人となり、大衆向けの興行士として多くの作品を上演した。バイエルン州のレーゲンスブルクに近いシュトラウビング生まれ、ウィーンで没。本名、ヨハン・ヨーゼフ・シュケネーダー。生には、スキッキンダーの綴りもある。シカネーダーの聖家の案内版シカネーダーの重家、レーゲンスブルクで、母親の手で育てられた。 母のユリアーナシースルは、レーゲンスブルク大聖堂で信仰用具の販売に従事していた。イエズス会系、ギムナジウム、ザンクトパウルで学び、大聖堂学長のヨハン・ヨーゼフ・ミヒルより、音楽の教育を受け、レーゲンスブルク大聖堂少年聖歌隊に所属していた。1773年から演劇の旅一座、モーザー演劇協会の一員となり、 アウクスブルクで合流し、後年には一座の演出も担った。この一座の巡回公演の一環として1780年、ザルツブルクに立ち寄って、レオポルト・モーツァルトと知り合い、息子のボルフガングとも最初の設定を持った。この間、アウクスブルク劇場の支配人を務めたこともあった。1777年2月9日、アウクスブルクの大聖堂で、エレオ・ノーレと結婚。 ウィーンでは1785年からケルントナー島和劇場とブルク劇場に出演した。ケルントナー島和城門外の射程区域に新しい劇場を作ろうと画策するが、皇帝ヨーゼフ2世により却下され、1787年、一座を率いて霊ンスブルクへ向かった。1789年、ウィーンに戻ったが、その頃にはすでに1787年に、 劇場支配人、クリスティアンドスバッハにより、郊外のウィーン川沿いにフライハウス劇場が新設されており、そのお年に1789年7月12日、シカネーダーの作品、山の愚かなアントンが上演された。続いて、1791年9月30日、モーツァルトの魔キが初演され、シカネーダーの経歴上、最大の成功を収める作品となった。 ウィーン民衆演劇の伝統に乗った登場人物、鳥刺しのパッパゲイノをシカネーダー自身が演じた。マテキの度重なる上演から得た莫大な収益を元手に、商人のバルトロメウスツイッターバルトの援助を受け、フライハウス劇場からウィーン川を挟んだ対岸の位置に、新しい劇場の新設が実現した。これにより、フライハウス劇場は1801年に閉場となり、 賃貸住宅へと改装された。アンデア・ウィーン劇場は、1801年6月13日、シュカネーダーの台本によるオペラ、アレクサンダーで会場した。この劇場では、豪華な装飾や舞台効果をふんだんに用いて、公演を行った。1803年1月、ベートーベンを劇場に呼び寄せ、弟のカスパー・カールともども暮らせる居住部屋も、用意された。 ベートーベンはシカネーダーの台本によるベスタの日の作曲を依頼されていたが次第に別の台本に惹かれて倶れ替えしここから後のフィデリオが生まれたシカネーダーは1804年までアンデアウィーン劇場の支配人を務めた1802年から1812年の島でウィーン近郊のヌスドルフ村に今日ではレハールシカネーダー宮殿として知られるバロック風の 宮殿を所有していた1804年以降、ブルノとシュタイヤーを訪れた。1811年、ナポレオン戦争の影響による、貨幣価値の下落により、最後の財産を失い、精神を病んだ状態で、ウィーン市壁外のアルザーグルント地区で死去した。1861年、ウィーン市、ビーデンクの通りが、シュカネーダーガッセと名付けられた。 レオポルトとボルフガングのモーツァルトフ氏、一座の俳優、カール・イーゼッケと同様、フリーメイソンの会員だった。レーゲンスブルクのフリーメイソン結社、三つの鍵に向かう、カールに入会した日付として、1788年7月14日付の入会請願書が残されており、その現物が現在は、バイロイトのドイツフリーメイソン博物館に保管されている。曲を本。 オペラジング・シュピールの台本を44本創作している。シカネーダーが登場する作品には、1982年制作の5部作のテレビドラマ、モーツァルト、1984年のミロシュ・フォアマンの映画、アマデウス、1985年のドイツ・チェコの共同制作映画、モーツァルトのことは忘れなさいなどがあるが、いずれもシカネーダーは脇役だった。 2011年のバイエルンの映画監督による映画ペテンシの夏はシュカネーダーを主役とし1780年のザルツブルク訪問とモーツァルトとの出会いのエピソードを中心に描いたもの2016年9月30日シュカネーダーと妻エレオ・ノーレの関係を描いたミュージカルシュカネーダーがビーンのライムント劇場で上演された台本は ウィーン劇場連盟の総支配人によるもの。マテキショ演じ、パパゲーノを演じたシカーネーダー。ありがとうございます。